はい、今日は天主堂からお届けしたいと思います。安倍くんがね、ちょうど、今日来てくれるということで、前にも登場してもらった若き聞き酒師の伊藤ひいなちゃんが安倍酒造の大ファンということでもうだったらいっそのことちょっと本当はね、2人でもいいのかなと思ってまあよくね、安倍といえばもう次世代を担う、スター蔵のね、筆頭として、まあね、名前がよく上がりますが、皆さんはじめまして、新潟県の柏崎という場所で、酒造りさせていただいています、6代目の、安倍裕太と申します。今日はよろしくお願いいたします。では、3つの質問を終えて、最後の4つ目の質問お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これまでお話を伺ってきていて、お酒作りの挑戦ですとか、はい、でまたノンアルコール飲料の挑戦もされていらっしゃいますが、はいはい、ズバリ安倍酒造さんの10年後の理想を教えてください。めちゃめちゃ大きなテーマです10年ってちょっと5年でもいいし、未来の未来の、はい、僕らそのやっぱ楽しみながらものづくりをするっていうことを、まあ、念頭にやってるんですけど、やればやるほど多分行き着く先はまず一つあって、米作りです。はい、これはなんかこうや多分やってるとそこの一つの回答に行く人、蔵元さんって多いと思うんですけど、なんか米をまあ日々触って麹作って、じゃあみんなでチームでじゃあいい美味しいものを作りましょうっていうのをやっていくと、契約農家さんとかもだんだんできてきたりとかすると、こう農家さんとの会話がもちろん日本語なんですよ、日本語なんですけど正しく理解ができてるかやっぱ分からないんですよ。つまりその日本語なんですけどやってないから、そのめちゃめちゃ例えば話してこういう風にやりたいんだってしてるお願いがもう無理難題もいいとこだろうみたいなことを言ってるかもしれないし、下手したらなんかあれサボってないみたいなことになるかもしれないです。でもそれはやっぱ僕らがやらないとわからないから、やっぱその持ち屋持ち屋で今までまあ10年間酒造りをしてきたわけですけど、こう人もだんだんおかげさまで増えてきてってなった時に、じゃあ次何かこうやっていきたいなって思うと、やっぱ米作りっていうのはやってみたいなっていうのはあります。で本当にここ1年半年ぐらいで僕のその想定している以上に人に来ていただいたんですね。だから本当は5年後10年後ぐらいのスパンで考えてたんですけど、多分来年やります、米作り。だからやっぱ人ってやっぱご縁じゃないですか。だからやっぱその地方のよくわかんない町の会社に全然違う地域から来てくれるわけですよ。だとしたら話は簡単で、僕は経営者側になるので経営者として仕事を作っていけるだけ、やっぱ人なんか何かジャンプアップしようと思っても人がいないってやっぱり大変じゃないですか。だから人が幸いして集まったので、だとしたら早巻きしてやろうって思ったのは米作りです。あとは僕らの県っていうのはその新潟県っていう県で酒蔵の数、清酒蔵日本一の数を誇ってるんですけど、やっぱりそれは先人の淡麗辛口という一つのムーブメントを作った県だからこそだと思うんですけど、先輩方がしっかり土壌を作ってくれたおかげで僕らは新潟っていう県で非常にまあ商売しやすい環境になっているわけですよ。皆さん日本酒飲む量が多いみたいな文化になっているので、だとしたらその30代の寺として何か新潟にこう貢献できないかなってずっと考えていて、でうちは近く発表すると思いますけど、カストリ焼酎を自社で作ってですね、それをいわゆるアルテンの技術として、今までその新潟県というのはそのアルテンの本醸造吟醸という作りで一世風靡してきた県なので、僕らなりのその若手ブラとしての回答はもう一回それをやりたいと。でそれはその今までやってきた醸造アルコールを添加するっていう形じゃなくて、自社の酒粕をすごい手間暇かけて蒸留したそのちょっとした液体をもう一回こうその発酵しているものに入れるっていう、めちゃめちゃ大変なんですけど、だから
文化として僕は多分伝えたいのは、なんか今まではアルコール添加するっていうのはなんかこう安くて、でその、まあ、生産の具合もいいっていうのでやってたんですけど、むしろ手間しかかかってないので純米酒よりも付加価値をつけてしっかり販売していこうかなっていうふうに思ってます。なんでこの2つはもう、まあ、来年ぐらいからやるんですけど、はい、やろうと思ってます。楽しみです、はい、そでもね、本当ある種そのアップサイクルの、はい、ね、カストリ焼酎してある点数っていうのはね、そうです、そうです、なんかそうね、いいね、その、まあ、もちろん今でもこう自社でその、ね、アルコール製造してそれある程度使ってるところって、まあ、数少ないけど、はい、まあ、あるけど、若いその30代の蔵で、まあ、農業から始めて最終カスマップサイクルでそのアルテに変えて、はい、そのね、ローカリティも表現してみたいな、ね、はい、物語が気持ちいいね。そうそうそう、いや、やっぱなんか新潟県柏崎でやっぱ酒を僕ら作っていて、まあ、そこでずっと代々やってきてることに意味があるんですよね、うん、だからこそやっぱ僕らは新潟県の酒蔵さんにちゃんとしっかり何か貢献をしたいし、新潟県ってもしかしたら今のその日本酒市場においてちょっと元気がなく思われてるかもしれないですけど、でも僕がやりたいのはそのやっぱり新潟だねっていう、やっぱり新潟っていうのをできるっていうのは僕ら30代なり20代なりの蔵が結果を出し続けることがめちゃくちゃ大事で、じゃあその結果の出し方がやっぱり ローカルとも寄り添ってある、じゃあローカルってなんだろうってなった時に地元のお米もそうだし、やっぱり僕らはアルテンの文化に育ってきたので、やっぱり今世の中的には純米志向になってきてるんですけど、もう一回やっぱりそのアルテンも技術なんでやってみたいなと思って。でもカストリアルテンの熟成酒とかすごい いいかもね、10年とか寝かせてね。そうなんですよ、めちゃめちゃ面白くて、おそらくなんで僕らカストリ焼酎やるので、その先には多分きっとスピリッツっていう新しいアルコール飲料への挑戦まで、うん、多分やっぱりなっていくと思うんですけど、でもカストリ焼酎って意外にそのアップデートがされてないのかなってもしかしたら 思っていて、要はその自社でやって添加するってところなんですけど、じゃあその添加方法が例えば、絞る前だけじゃなくても、おっしゃるようにちょっと寝かせたものを入れてみるとか、うん、いろいろ多分なんか試行錯誤というか、 なんかできることがたくさんある気がしていて、逆にそのカストリで荒々しく作っといて、それである点でこうバラバラなものをね、はい、長期寝かせて、でそこでも角が取れていったら本当にこう甘露的なトロッとしたものとかね。そうです、そうです、本当熟成はもう完全にアルテンの方が綺麗に熟成するので、うん、もうあのなかなかやっぱりその純米酒の熟成と吟醸酒の熟成って特に磨いたやつ見てたらもう断然やっぱりこうアルテンの方が綺麗に枯れていくんで、なんかそこをカストリでなおかつちょっと最初にある種の、まあ、ダメージじゃないけどこうでその純米酒にアクセントつけといて寝かせてとかっていうのはいいね。そうなんですよ、うん、しかも自社で蒸留して添加しても清酒って言えるってすごくないですか。その清酒のアルコール飲料としてのその受け皿の幅がすごく広いなと思っていて、蒸留してそれを液体を入れても清酒だけど、新しいそのあれになったらいいよね、違ったお酒の呼び方とか、そう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 、企画になるとか、本醸造とか吟醸じゃなくて、はい、酒税法上の名前じゃなくてさ、はいはいはい、そういう種類の自社のカストリを添加して、はい、やるものに対しての商品群の中の呼び名みたいな総称みたいな感じですよね。柱焼酎はもともとカストリなの。そうです。そういうことですね。なんで、作ってもらったのを仕入れて添加するのはダメですよね。自社でやらないといけないっていうのは一つ、はい、ハードルなんで。なんか、それこそ、本醸吟醸と同じような形で、うん、自社のその、で蒸留した柱焼酎を添加したお酒は、こういう総称ですみたいな形で、一つそこに価値がまたついていくってなると面白い。いや、価値は。上がるよね。上がると思います。2つの液体混ぜてますからね。うん、こんな贅沢なことはないなっ
そうね、全然なんか盲点っていうか、なかなか可能性を感じるな。だけどちょっとね、やっぱほら TR 化がもう進んで、はいはいはい、今も主戦場はもう14度で、はい、何ならもう13度も降りてくるかなみたいな、はいはい、でまあ多分、まあ、その近い将来もう12、3度になってくるのは見えてるけど、はいはい、でも大体世の中ってその螺旋状に文化って向上していくから、はい、今こうそのまあ荒政以降特にこう甘酸っぱいね、はい、お酒が甘酸っぱくてアルコールっていうのが主流になってきたけど、はいはい、でも絶対また向こう側に帰るタイミングがあって、なんかその時はその、まあ、結構落ち着いたそのなんていうのシックなというか、うんまあ、酒なおかつもしかしたらそこにカッソリの添加したちょっとアルコール度数高い飲み物とかが来るかもしれないよね、うんうん、そうです。ずっと同じ味のものがその5年も10年も支持されることって そんなにないことだから、うんうん、だから僕らとしてはなんかその自社の柱焼酎を添加するっていうことだけで一つその武器が増えてるものなので、うん、そのよりこう新しく僕らいろんなプロダクト出してますけど一つその柱焼酎を添加するっていうことでめちゃめちゃ遊べる領域が増えたなっていう感覚なのですごい僕ら自身楽しみですね。それ農業法人もその先々はあれその例えばこう自然農法やりたいっすみたいな若者を受け入れてそこで教えて羽ばたかせようみたいなそこまでそこまでやったらもう神です神と呼んでしまうさだからイメージ湧くよ。だからほら社風がそうなわけやけ、はい、社風が何かやりたいっていう人たちを受け入れて育てて花開かせるっていうことがもう安倍首相のそのこう社風になったら、はい、それが農業やろうかだからあの飲食店もみんなの受け入れて独立する機関みたいな、ね、もう学校にあるの安倍アカデミーいやいや辛いですねでもなんか卒業生みんなで、うん、そのやっぱイベントとかできたら最高に楽しいなと思いますね、うん、でいやでもその、まあ、できるよ多分そういうのをやれたらいいなと思います、うん、いやよかったまあ本当なんか、ね、30代の蔵元と20代の、まあ、日本酒をまあこう支えてくれる人たちとなかなか僕ももうなんていうのかなおじさんになって、まあ、おじさんの中での、まあ、明るい未来をね探しながら、まあ、日々こう酒蔵だったり、まあ、飲食店さんだったり、まあ、いろんな人と酒飲みながら話すけどやっぱりね明るいねそうこういう世代の話の未来があってあの、うん、なんかもっともっとこうずっとねあのおっしゃってるようにさまざまな人との接点を増やしてね、まあ、やっぱ日本酒は何つったって伝統産業なんで、はい、なんかいい形でね未来につなげていければなと思います。いや本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上です。ありがとうございました。